船だまりですね。カニ釣り師さんたちが結構いますね。でもなんかゆったりしてるとこ見るとあまり釣れてないのかな。風が多少強いんでそれもあるんですかね。はい、ゆったりしたもんです。微笑ましいですね。じいちゃんと孫二人って感じですね。ちゃんとあのライフジャケットを子供に着させてんのはいいですね。はい、じいちゃん頑張れって感じですね。どうも、タクです。船だまり、海岸町の船だまり見てきたんですけど、カニ釣りの人たちで、結構にぎわってました。と風はあの向かい風でちょっと寒かったんですけど、あの車の中で休憩しながら竿先眺めるのもいいんじゃないかなというふうに思って見てました。じいちゃんとですね、お孫さん2人の竿を出してるとこがすごい微笑ましかったです。じゃあ楽しい釣りを。どうも、タクでございます。ぼっちな釣り部屋のお時間でございます。ですね、視聴者さんからコメントが届いております。ブラで攻めながらのステイはこれだからですね、これ釣れましたさん、ありがとうございます。これ釣れました、改めたまたま釣れましたですスルーしますから、はい。アルコール 9% は伊達じゃない、かなり酔えますよ。はい、たま釣れといたしましては、まつれさんっていうのもね、何かと誤解真似ちゃうんじゃないですか。はい。通常玉1個ですが、2個にしたたまたまブラも試したいと思ってます。うん。頑張ってください。黒ヶ島の聖地の歩き方からですね、順平でーすさん、ワクワクが止まりません。早く安全に運転できる時期が来ることを願ってます。あとは私が狙ったところにきちっと投げれる練習あるのみです。意外と、こう、広いところでこう、キャストするとのはできるんですけど、あそこの船と船との間、ま、ど真ん中に落としたいとか、右側の船のヘリ20センチくらいに落としたい、あそこピンポイントでできたい、やりたいっていう時にですね、結構どぎまぎするんですよね。で、風とか、どっちから吹いてるとか強さとかもこう加味しながらやらなきゃいけないんで、絶えず意識しながら狙うっていうことはすごく大切です。で、前もちょっと動画で、話したこともあったんですけど、ブラフィッシングの場合ですね、ワームの方みたくピシッピシッって投げちゃいけないんですよ。よくワームやってる方こう見てると、こうやってピシッ投げる、ピシッピシッピシッ、これ投げる。これブラフィッシングやっちゃうと餌だ、下手っちゃって、地元ベロッと見えちゃうんですよ。こう横から見ると分かるんですけど、こう持ってこうピシッピシッピシッ、これダメです。すぐ餌下手っちゃいます。できればですね、こう餌をつけて、で垂らして、垂らしは30センチくらいから、まあ、1メーターぐらいですね。で私は長めに1メーターぐらい取ってます。でプランと刺してスーッと後ろに持ってきて、後ろに人がいるかどうか確認して、頭の上からちょっとキャストしてあげる。できれば優しく投げてあげてくれた方が餌は持つんですね。餌が持つってことは、お魚に対するアピールもやっぱり違います。はい、地元が見えてる見えてないで釣果の方も若干変わってくるっていうことなんですよ。そういう最新聞のとこまでですね、気を配っていただければいいんじゃないかなと。こうピュッとやらずにスーッと持ってきて、ふわっとふわっと投げてあげる、これ大切です。で、基本的には、キャストするときの基本的には、
あのまっすぐ立ってまっすぐテイクバックしてまっすぐ下ろしてあげるとまっすぐ飛んでいくんです。それあの単純なことなんで、あの忘れないでください。で、あのこうワンハンドで片手でこう投げる人も結構いるんですけど、これやっちゃうと最初は気をつけてまっすぐ行くんですけど、そのうち疲れてきたりあの気が抜け始めるとこう竿が横から出たり、あのこうテイクバックにこう余裕がなくなったり、こう変なとこを出てくるんですよ。だからあのできれば握って補佐的に握ってあげてシュッとこうスーッと持ってきて、ほいスーッと持ってきて、ほいっ できればですね、投げるとき口をってしまわないで閉めないで、あの口を開きながらキャストしてください。そのくらい優しくキャストしてくれるとですね、いい感じでほわーっていう感じで飛んできますから、まあある程度ですね、竿のあのしなりを利用してピャッと投げるのもあのこれもいいんですけど、あのとにかくあの餌があることなんで気をつけてあげてください。じゃあ楽しい釣りを。